はぁ、疲れた。とっとと帰ってゲームでもするかな。ん？やば！やばい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 ！まさか、まだ待ってたりしないよな。いくらなんでも、もう帰ってるよな。ひぃー！やばいやばい。すいません、リンコ先輩！何時間の遅刻だ？何時間？嘘？ 2 時間くらい？すいません！ 2時間16分だ。はい。2時間16分の遅刻です。すいません。ブリーフィングが長引いてしまって。本当にすいません。ブリーフィングが長引いたのは知っている。特務中隊の隊長としてそれは致し方のないことだ。それを咎めるつもりはない。ありがとうございます。いやでもだからといってこんなに遅れたのは。私を忘れていたな。私との約束忘れていただろう。いや、そんなまさか、凛子先輩との約束を忘れるなんて。なぜ目をそらす？私の目を見て言え。いや、その、ごめんなさい！そんなつもりは全然なかったんですけど、つい忘れてしまって。いえ、悪気はないんです。本当にごめんなさい、凛子先輩。はあ、私だからか。はい？私だから忘れたのだろう。それはどういう。女と約束して帰るなど、お前にとっては日常茶飯事だ。そんなものはデートでも何でもないのだな。まして相手がこの私だ。すぐ忘れてしまう。その程度のことか。そうか。あの、凛子先輩、突然何を。いや、別に、女の子との約束が日常茶飯事とか、デートでも何でもないとか、そんなことは全然。相手が雪風でもか？忘れないだろ。はい？なんでいきなり雪風の話に？凛子先輩？聞いたぞ。何をでしょう？プールに行ったそうだな。二人で約束して連れ立って水着でデートだ。雪風とはそういうことをするんだな、お前は。いえ、あれは稲毛屋の福引きを引き合った時にたまたま横に雪風がいて、じゃあ行こうかってだけで、別にデートってわけじゃ。
みんなには任務と偽ったくせ。え？そこまで知って？知らないと思ったか。雪風が楽しそうに話してくれたぞ。内緒のデートみたいでドキドキしたとな。そうですか。翻って私の時は任務優先で、おまけに約束を忘れて2時間16分もほったらかしだ。雪風の方が実際可愛いしな。座がついてもしょうがないか。なんだ、何か言いたいことがあるのか？あるならちゃんと私に言ってみろ。雪風とはすでに恋仲で、他の女とデートするつもりなど毛頭ない。そう言いたければ言え。私は全く構わないぞ。いえ、そういうことではなくてですね。なんだ。雪風のこととかはとりあえず置いておいてですね、凛子先輩、とりあえず、その、一緒に帰りませんか？もうだいぶ遅いですし、ほら、そういう約束でしたし。学校帰りのデートっぽく、どこかに寄り道とかして。ああ、そうだ！稲毛屋に新作のチョコアイスが出たらしいですよ。もちろん俺がおごりますよ。今日は全部俺のおごりです。どうですか？凛子先輩が許してくれるなら、ですけど。許さない。やっぱり、そうですよね。ごめんなさい。待て、私をほったらかしにしたことは許さないが、学校帰りのデートというのは了承する。そういう約束だからな。本当ですか？なんだその顔は。調子のいいやつだ。すいません。いや、本当に反省してます。この通りです。ごめんなさい。反省は当たり前だ。死ぬほど反省しろ。稲毛屋の新作チョコアイスをおごると言ったな。よし、長靴いっぱいおごってもらうとしよう。長靴いっぱい？何ですかそれ。今なんとなく思いついた。いいアイデアだ。それくらいしてもらわないと、ほったらかしにされた私の気持ちは収まらないな。そんなに食べられるんですか？そんなことは関係ない。お前が私のためにそうするのが大事なんだ。はあ、でも長靴なんて持ってきてないですけど。それも知ったことか。どこかで見つけて、長靴いっぱいのチョコアイスだ。さもないと、試し切りの的にしてやる。そんな理不尽な。デートの約束をすっぽかしたんだぞ。理不尽なことを言われるくらい当たり前だ。違う。いや、まあ、そうですけど。そうだろう。私の要求を何でも聞き入れてこそ、お前が今日したことの謝罪ができるというものだ。ということで、今日は目いっぱい私にサービスしてもらうぞ。いいな。おや？返事がないな。待ちくたびれて耳が遠くなったかな？わかりました。今日は目いっぱいサービスさせてもらいます。よろしくお願いします、凛子先輩。いい返事だ。では早速サービスしてもらおうかな。そうだな、まずは、まずは手をつないで帰るぞ。は？だから、
手をつないで帰るんだ。学校帰りのデートだぞ。それくらい普通だろ。ほら、手を出せ。早くしろ。じゃあ、お言葉に甘えて、つなぎますね。うん。よし、帰るぞ。は、はい。お前の手、意外と大きいのだな。凛子先輩は、小さいですね。あと、すごく柔らかいです。バカ、いちいち言わなくていい。すいません。まったく、お前というやつは。Uh-oh.